アメリカ合衆国の陸軍士官学校はニューヨーク州ウェストポイントにある軍学校。地名よりウェストポイントと通称される。1802年に設立されたアメリカ合衆国で最も古い士官学校であり、学校の設立以前は要塞があった。敷地面積は65平方キロ以上で世界で最も広大な敷地を持つ学校の一つである。 多くの校舎、研究棟、運動施設に加えて、スキー場や射撃場、研究用原子炉まである。ニューヨーク州ウェストポイントは、ジョージ・ワシントンによって、1778年に建設された要塞が始まりとなっている。ハドソン川沿いにあり、周運をコントロールすることが目的であった。1802年に、トーマス・ジェファーソン大統領によって、 設立が認められ、1802年7月4日に開校している。1866年まで公平司令部が管理していた。卒業恒例の帽子投げ。制服には、いわゆる、肋骨飾りのついた灰色の上着と白色のパンツの組み合わせか、灰色の上下が用いられる。いずれにせよ、灰色は陸軍主管学校を象徴する色となっており、例えば、 同志館学校を舞台にした1955年のアメリカ映画、長い灰色の線の題名もこれに由来する。儀礼服の聖望には今なお社交帽も着用されている。高速違反者に対する制裁である。大抵最短5時間から80時間以上のバーツツアーを言い渡される。これはセントラルエリアと呼ばれる学校の中庭を制服着用の上、 M1 ガーランド班自動小銃を単価され、定められた時間を往復するもの。よく罰を受ける学生は、エリアバーズ、通算100時間以上達成で、センチュリー面の称号を得る。その他に、清掃や作業を行うファティーグツアーズ、単位認定の条件として何時間も座る、シッティングツアーズがある。制服の着こなしや、大統領の恩赦によって軽減されることがある。 卒業式で成績が最下位の生徒をゴートと呼んで祝福する独特の慣習がある。主席は努力次第で誰にでもチャンスがあるのに対しゴートは狙ってもなれないのが普通であるため、ゴートは同級生や教授、父母から派手なスタンディングオベーションで迎えられる。同期生から一人1ドルずつのカンパで集められる。約1000ドルの特別金も贈られる。 ゴートを称える風習は少なくとも1886年に遡る。ウエストポイントを主席で卒業した場合、陸軍のエリートコースを突き進むのに対し、最下位の生徒は歴史上、過烈な不評の部隊に配属されるケースが多い。ただ、戦闘の最前線に置かれて、戦果を上げ、英雄となる例は少なくない。南北戦争の北軍の英雄で、 恐れを知らない当主の異名を持つ、ジョージア・アームストロング・カスターは1861年卒業のゴートで、学生時代は遊び好きで、他の学生の喧嘩の仲裁に、入り自身も逮捕された。同戦争中、ゲティズバーグの戦いのピケットの突撃で知られるジョージピケットも1846年卒のゴートだった。ゴートではないが、ジョージ・パットンは1年生の時に、 数学で落第、留年し、結局103人中46位の成績に終わった。マーフィーの法則の名の由来となった、エドワード・エ・マーフィー・ジュニアも449人中403位だった。陸軍士官学校と海軍兵学校のカレッジフットボールの試合に並行して海軍兵学校のマスコットヤギの巧妙な誘拐作戦が行われるのは1953年からの 伝統である。しかし1991年に一度だけ、それまでの鬱憤を晴らすべく、海軍兵学校は陸軍士官学校のマスコットである四頭のラバの誘拐作戦を行った。また、2018年に空軍士官学校のマスコットである白ハイアブサのオーロラが初めて陸軍士官学校の学生に誘拐された。この際に22歳と高齢のオーロラは負傷し、 最悪安楽死となる可能性があったが無事回復した。この件に対し陸軍主管学校は正式に深く反省し謝罪する事態となった。ありがとうございます。